はい。カブカブパーダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それでは、今日の日経。はい。今日は日経318円上げましたね。はい。6日ぶり大幅反発、業績改善に期待ということでね。はい。日経上げましたね。300円以上、久しぶりに上げましたね。はい。良かったと思います。 なのですが、大、ね、ウはもう反落していて157ドル安だったんですよね。うん、で、それで GAFA がですね、だめだったんですよね、その下げたんですよね、決算が出て、まあ、そこそこねあの、悪くはなかったと思うんですけども、ただ期待よりはね、だめだったっていうようなことで、まあ、大幅安となってしまったということだったんですよね。うん、まあ、それでね、まあ、それまでマザーズがちょっと下げてしまったということになったと思いますけども、はい、でまあね、だからこの 下向きのね、モメンタムがね、まだついているんですが、しかし、やっとね、この75日平均移動線にね、こうタッチするところにまで来たんですよね。はい。なので、やっとね、タッチしてくれたので、うん、と、そろそろね、反発モードにね、入ってもいいんじゃないかなとは思うんですけども、まあもちろんただね、この大統領選挙と、それから欧米の新型コロナの、まあ、様子見っていうところがね、大きいと思うので、はい。なのでね、ちょっとその辺ね、 こう慎重になりながらっていうことになってますけどもはいうまいことね反発してくれればいいなと思いますがはいで日経ですけどもまあ今日はねぴょいと久しぶりにね上げた形になってますけどもねはいまあこれもねあの大統領選挙はねまあ下手するとそのトランプさんがね結果をねこう認めないみたいなね形でね揉めるとねこう長期戦でまたねこう不安定になるんでねまあそこはねもうどっちがあの勝ってもとにかくねスパッと決まるようにねしてほしいと思うんですけどね。はい ということで、はい、以上、日経でした。はい、続いて、えっとですね、テーマ別で、とまず、クリーンエネルギー関連なんですけども、はい、小電車ということで、えっと、今日ですね、11%あげましてね、はい、それから、小田原エンジニアリングが7%。 ちょっとありました、はい、で特にね、このダウ原エンジリンがね、いい感じで上げてるんですよね。はい、で、まあ、クリーンエネルギー関連といえば、うん、バイデンさんの、ね、政策として有名ですけども、まあ、あとはね、あのスガノミクス関連ということもあるんですよね、クリーンエネルギーの話はね。うん、ということで、まあ、両方の、ね、政策ではあるんですけども、しかし、まあ、バイデンさんが、ね、もし負けた時に <laughs>、えっときに、じゃあこれが下がるのかっていうね、ちょっと懸念も少しはあると思うんでね。まあ うん、これもねちょっと見ていきたいなと思いますけどもねはい以上クリーンエネルギー関連でしたはい続いて新型コロナ関連でですねまずプロルートなんですけどもはいプロルートがですね今日ですね10%ありましたねはいうんなかなかのね上げっぷりだったと思うんですけどもはいで今日ですねこのプロルートの実は決算の日だったんですねで決算を帯後に出てで紙機のですね形状が 黒字不上で着手ということになりましたね。はい。で、7月、9月も、まあ、黒字不上ということなんですけども、まあ、この黒字の幅がね、ちょっと、うん、どうかなっていうね、微妙な感じなので、まあ、ちょっとね、PTS 上げきらない感じになってますけどもね。はい。うん。で、まあね、あの、OBK 後にね、こう、補足的なね、また、IR もね、一応出たのは出たんですよね。この 抗原検査キット取り扱いっていうね、まあ、他の会社でね、またそれを協議してますっていうのがね、あるんですけども、うん、PTS はね、ちょっとそこまでまだ上げきれてないということになってますね。はい。ということで、プロローゼでした。で、続いて、テラなんですけども、はい。で、テラがですね、今日12%上げたんですよね。うん。はい。で、今日ちょっとね、なんで上げたかっていまいち分かりませんが、まあ、最近ね、こう、よくよくしてたところからね、 ぴょいっと頭を出してね、まあ出てきたという形のね、チャートにはなってますね。はい。で、この国際新型コロナウイルス細胞治療研究会、はい、こちらの方のホームページがですね、まあ予定通りやってね、更新されたので、まあこれがね、今後更新されていくかっていうね、いう期待感もね、少しあると思うんですよね。はい。ということで、はい。テラー上げましたね。はい。以上、新型コロナウイルス関連でした。で、続いてですね、 とコリア関連のまあセキドなんですけども、セキド今日ストップ高で弾きましたね。はいおめでとうございます。うんなかなかねこのチャートもね N g o 攻撃ながらねいい感じでね上げてんですよね。うんなかなかのチャーチストがいるのかなっていう気にもなってしまいますけども、はいでまあセキドといえばいろいろねこうネタ次々次々,々ね I R っていうかまあ、ニュースをね出してるんですよね。はいまあで最近出たのはこのメディヒール っていうところと日本総理大店の契約をしましたということでねまあコリア関連のねいろんなこのグッズをね売ってるんですよねはいということでまあそれとねあと大火警後にちょっとまた出たのが上場廃止にかかる猶予期間からの解除というねちょっとおめでたいものがね出たのでうんまあこれでね上げてくるかもしれないですよねはいということでね赤度まだね注目ですねはい以上赤度でした はい、続いて 5G 関連ですねリバーエレクですけども、はい、毎日見てますが今日もですね、まあ、下げて1.5%下げたということになりましたけども、まあ、ただねチャートは死んでないのでこう n g を描きながらねうまいこと上げてはいると思うんですよね、うん、なのでねまだまだこう死なずにね生きてると思いますのでね、はい、まだまだね注目していきたいと思いますねはい、はい、以上 5G 関連でした、はい、続いてゲーム関連なんですけども とですね、これがですね今日ちょっと爆下げしてしまったのがエイミングなんですけどこれが11%下げてしまいましたね。はいうん、でですねまあエイミングといえばとまあ控え時だった今期形状が黒字浮上へというのがですね、まあ、10月30日の OB 後に出たんですけども。 うん、ちょっとね、この決算がやっぱりね、期待にまあ、あんまりね、そぐわなかったということがあったと思うんですよね。まあ、ちょっとね、それで今、激しく売られてしまっているということになってますね。まあ、合いもあると思うんですけどね。うん、まあ、ちょっと残念ですね。今に関してはね、期待感が大きかった時にね。はい。うん、残念でした。はい。以上、ゲーム関連でした。はい、続いて、はい、IPO なんですけども、と一番ちょっとね、気にしていた体の音。 というところななんですけども今日残念がら下てしまいいいまままましししたねねは残念ながらら激く売られてあちょっとねまだね始まったばっかりなのでねこのチャートだけで何もねあの判断はできないんですけどもねはいうんまあ試合もあってね下げるとしたらどのぐらいまで下げるかってことになりますけどもねまあ心理的な節目のこの1200円を割るかどうかっていうところはもちろんあるかと思うんですけどもはいうんこの辺ねちょっと気にしながらね見ていきたいと思いますけどもね。 ははい、い、以上 IPO でした、はい。続いてですねと菅沼ミックス関連でまずですねチェンジなんですけどもはい、チェンジチェンジ、今日久しぶりにちょっとありましたねはい、2.6%ありましたうんちゃんとねちょっとやっぱりねいつ見でもちょっとまだね重いんですけどもまあ 直近で言うとただこの横横のねボックスに入ってきたのでうんこの横横ねもうちょっと続けてくれたらね右上にねちょいっと出るかなっていう気にもなってくるんですけども <laughs> うんちょっとねまだ重いなあげきるんやねっていう感じですけどねはいまあチェンジ応援してるんで頑張ってくださいはい続いてブロードバンドタワーですけども今日4%以上ちょっと下げてしまったんですけどもうんまあねでもこちらの方はね あのまあ、下げましたけどちゃ、うんともねまだちょっとここのと800円のところごめんなさい400円のところを、うん、何とかねこう頑張ってねと支えとしてやっていけばねここの辺で反発すればねうまいことこうまた上がっていくかなっていうふうにもね見えるんですけどもねまあ今日のねとにかく、うん、下げ昨日から今日までの下げで。 うん、これがねお買い得だったかどうかっていうのがねすごく気になりますねそろそろねあの <laughs>、うん、大統領戦終わるまでまあ下げ続けるのかそれともね、うん、これがね今日買った人がね勝者だったのかっていうのがねすごい気になりますけどねまあはいあとねこのメディカルネットの方も10%以上下げたのででこれもですねあのまあかなり下げたということで、うん、こっからね今日買った 買った人がね、今日買った人がね良かったってことになる可能性もねもちろん十分にあるのでねうんそこはねとても気になってしまいますけどもねはいということではいメディカルネットうんちょっと10%下げましたけどもねこれからどうなるかはい気にしてみます頑張ってくださいはい今日の新ネタに行く前に株価パーダイスからのお知らせですこのチャンネルは開始4ヶ月間で チャンネル登録者1万人を突破いたしました。本当に本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。はい、そしてそれを機に成長パートナーシッププログラムというものを開始いたしました。はい、詳しくはこちらの動画をご覧ください。ぜひ一緒に成長していきましょう。よろしくお願いいたします。はい、続いて今日の新ネタですけども、はい、まずですね、リアルタワーですね。はい、 今日ストップでで、ね、引きまましたね、はい、おめでとうございますうんなかなかのねこういい勢いでねストップ高になりましたからね。はい、ということでこれはですねもちろん IR が出て、はい、こちらと「漫画大陸」っていう、ね、ところをの授業をです、ね、譲り受けましたっていうのが出たんですよね。はい、でそこでどういうことをやってるかというと例えば「このと鬼滅の刃を、ね」を読めたりとかねそういうのがあるんですよね。うん、ということで、ね、まあこれを のまあ決めの刃のね。効果もあったかと思うんですけどもまあ今日ストップ高でね。引けたということになりましたね。はい、なかなかね。良かったと思いますね。はい、おめでとうございます。これね、うん、と水曜日以降ね。どうなるかね？はい、見ていきたいと思いますけどもね。はい、続いてクシムなんですけどもはい。クシムはですね。今日はと4%下げました。はいで4%下げたんですけどもとですね。まあ、この辺からね。 こうネタがが出ててビューンって上がっ上たんですよねでかなり上げてソープダッカーに、ね、近づくぐらいまでねちょっと一時上げたんですけどもまあそこからねちょっとかなり売られてしまったということで結局毎点4%というところで落ち着いてはしまいましたけどもでこれ一応ねこれなんですけども成果の報告ということで東大の松尾研究室との連携協力体制での介護施設向け AI 検知システム構築についてと。 いうもものを出したんですけども、うんまあ、東大の、ね、松尾研究室っていえばあの日本のねと AI の権威の松尾さんのところということですからね。はい、ということでね、まあ、あのやってる、ね、内容はいいと思うんですよね。でまあ、やってる相手も、ね、もちろん超一級なのでいいと思うんですけどもで結果が、ね、出ましたということでとそのとです、ね、介護の職員のスマートフォンにですね 何やらその事故前の一定行動をディープランングしたもので検知してですねそれでまあ通達しますというような結果をうまくまあできましたというようなね話なんですよねまあなんですけども結局ねまあそういうまだねそういうことをまあや実験的にやってまあうまくいきましたというような話なのでまあそこまでね上げる材料にはならなかったということになってしまいましたけどもねまあこれをねうまくこう製品化して で、世の中にね、どん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 こう、広まるようにね、していくような話になれば、またね、上がってくる機会もね、あるかなと思うんですけどもね。はい。ということで、これが、はい、新ネタでした。くしむ。はい。頑張ってください。はい。以上、新ネタのコーナーでした。はい。続いてですね、11月2日の注目と言っていた中で、はい、まだお話ししていないのがですね、リネットジャパンなんですけども、はい リネットジャパンがですねと今日は残念ながら2%下げましたね。はい、うん、ということでね、まあ、チャートはね激しく上からこう叩き落とされてはいるんですけどもまだねこの大陽線のまあちょこっとね下げたぐらいのところにいるのでね、うん、まだまだねこう地合い第でね上にいけるかなというふうにね思うんですけどもはいで、まあ、毎日話してますけどもこのリネットジャパンのネタは何かっていうとこれですね。はい カンボジアでのデジタル通貨の開始ということがまあ報道されてでそれに関連してねマ、まあ、リエット・ジャパンがねいろいろやってますよというようなことがまあ出てるんですよね。はい、ということでね、まあ、なかなかね面白いネタとしてね上がってはいるんですけどもで、まあ、今日の昼にもね、まあ、ちょこっと朝かな10時ぐらいにあの補足的な補足,補足的じゃないや <laughs> あの別件のね IR がね出たんですけども。 まあこれは別にねそんな上がるようなネタではなかったということになりましたけどもはいでただね OB 期連合にこのまだね講師を続けるんですね増資のね。はいでそれがですねまあ先月はねついに1個もね行使されてなかったっていうことが出て <laughs> まあ出たんですけどもねなのでまあこれからね講師がされるということもあるので、うん、なかなかねちょっとそこは気をつけながらね上がるのか下がるのかね見ていかないといけないと思うんですけどもね。 はい、うんというのがはいリネットジャパンでしたはい続いて11月4日の注目はいとリアルワールド小電車小田原エンジニアリングリバエレクリネットジャパンブロードバンタワーメディカルネットカーダノートはいこの辺を中心に見てい,いきたいんですけどもまああのあれですね 大まあ今日ねい,いろいろね下がった銘柄を買った人がね勝者になる可能性もあるしまあ水曜日にねまたちょっと続落してしまう可能性もあるしねまあ、どうなるかうんまあ大統領選が落ち着くまでねはっきり分かりませんけどもねはいまあねあの元気にやっていきたいと思いますねはい。 はい、それでは株、株株パラダイス成長パートナーシップにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきたいと思います。本当に本当に皆さんありがとうございます。一緒にぜひ成長していきましょう。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。 それではチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょうじゃあねバイバーイ